令和の今でも凶悪事件はありますので、子供を持つ親御さんには、ひとときも子供から目を離さないように気をつけてもらいたいですね。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はいよいよ、というか、なぜか自然と避けていた人物です。その知名度から現在まで優に100通以上はリクエストいただいておりましたが、やっと重い腰を上げてみました。サムネイルでお分かりいただいていると存じますが、男の名前は宮崎努です。明確な理由があって避けていたわけではなく、ただ本当になんとなくです。なんでしょうね、僕が子供の頃の事件なんですが、あまり触れたくないイメージというのがこの事件にはありまして、やっぱり被害者が子供というのもあると思いますが、やるからにはきっちり記事などを読み込んでやっていきたいと思っていますが、ひどい描写などが出てくるかもしれませんので、気兼ねなく感想枠のコーナーまで動画をスキップしてください。それでは本日も最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法は、ケンケン TV 公式サイト、気づこうかい。感想学を学びたい人は、感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は、生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。僕は昔から日本、海外問わず事件やシリアルキラーなどを調べるのが好きなんですが、メジャー事件ではこの宮崎努が起こした東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件だけはめちゃくちゃ深く調べていません。本当にこの事件オンリーではないでしょうか。この違和感が何なのか僕にもはっきりしないのですが、みっちり調べて宮崎努の顔もしっかり見て動画ではやっていきますのでご安心ください。それでは本日の項目です。項目1、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件について。項目2、宮崎努の生い立ち。項目3、宮崎努を感想学で見るの3本構成でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件についてです。僕もぼやっとしか覚えていなかったのでネットで調べて1回読み込んでみました。分かっていたもののなかなかにイカれた事件概要です。それゆえ前述しましたように嫌な方は動画をスキップしてくださいね。ではいきます。東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件とは、1988年から翌1989年にかけ東京都北西部、埼玉県南西部で相次いで発生した幼女を対象とした一連の連続誘拐殺人事件です。第1の事件は1988年8月22日、当時4歳の女児 A が誘拐・殺害されました。殺害後しばらく経ち、死後硬直で固くなった遺体に猥褻行為を行う様子をビデオ撮影していたようです。動機について簡易鑑定の問診記録では、鑑定人にどうして写真だけでは済まなくなったのかと聞かれた際は、第一次鑑定ではよくわからない、最後の被告人質問では急に子供の頃が懐かしくなったと証言が曖昧でした。第二の事件は1988年10月3日、当時7歳の小学1年生の女児 B が誘拐殺害されました。こちらはすぐさま猥褻行為をしましたが、この時点ではまだわずかに息があった模様で足がピクピク動いていたという宮崎の証言があります。動機について供述調書では、何とも言えぬスリルがあった、第一次鑑定ではよく覚えていない、一番印象がないと述べ、やはり不明瞭でした。第3の事件は1988年12月9日、当時4歳の女児 C が誘拐・殺害されました。C は失禁し、焦ったのか、宮崎は被害者を山林に投げ捨てました。12月15日、C の死体が全裸の状態で発見されます。12月20日、C 宅にはハガキが届きました。この遺体の発見後、テレビで被害者の父親が死んでいても見つかってよかったと発言するのを見た宮崎が、他の被害者の遺体も送ることも計画しますが、B の遺体を発見できませんでした。この際山林に脱輪してたまたま通った車に助けを求め、紺のラングレー、ナンバープレートが3桁という目撃情報が浮上します。1989年2月6日、A 宅に紙とコッペンなどの入った段ボール箱が置かれます。2月10日には、今田裕子名で A 事件に関する第一の書簡、犯行声明が朝日新聞東京本社に郵送されました。2月11日には、同内容の犯行声明が A 宅に届きます。A を川に沈めて殺したなど、事実と異なる経緯が書かれていました。3月11日、今田裕子名での第二の書簡、告白文が朝日新聞東京本社と B 宅に届きました。両書簡とも極端に角張った利き手と反対の手で書かれたとも思える筆跡が特徴であり、筆跡鑑定が行われました。第4の事件は1989年6月6日、当時5歳の女児 D が誘拐・殺害されました。D の両手を焼いて食べたと宮崎は罪状認否で述べていますが、検察は
事故の異常性を強調するため虚偽の事実を述べたものだと論告で主張しました。6月11日 D のバラバラ殺人遺体が発見されます。1989年7月23日東京都八王子市で幼い姉妹を狙ったわいせつ事件を起こし、妹の全裸写真を撮影中に姉からの知らせを受けた父親に取り押さえられ、現行犯逮捕されました。1989年8月9日 D の殺害を自供し、翌日 D の頭部が発見されました。犯人のマスコミ報道が始まり、8月11日に D の誘拐殺人死体遺棄の容疑で再逮捕されました。その2日後に A、C の誘拐殺人を自供しました。9月5日 B の殺害を自供し、翌日東京都西多摩郡で B の遺骨が発見されました。その翌週に A の遺骨を発見。1997年4月14日東京地方裁判所で死刑判決が出ます。判決時の被告は時折周囲をしらけた表情で眺めるくらいで、いつものように気丈に広げたノートに何かを書き続けていました。法廷を出る際には薄笑いを浮かべており、責任能力に関しては逮捕時の彼にそのような多重人格や統合失調症を疑わせるような異常な反応は見受けられず、逮捕による抗菌反応とみなした場合にもっとうまく説明できることを理由に第2回鑑定は採用されず、責任能力は完全に保たれていたとされました。即日控訴します。控訴審は2001年6月28日東京高等裁判所で行われ、一審指示控訴棄却の判決が出ました。同年7月10日上告。2004年には奈良小一女児殺人事件が起こりますが、同事件の容疑者が第二の宮崎努の発言を行ったことに対し、精神鑑定も受けずに第二の宮崎努は名乗らせませんと宮崎の名を使ったことに対し痛烈に批判しました。2006年1月17日最高裁判所が弁護側の上告を棄却しました。弁護側は判決訂正を求めましたが、2006年2月1日に棄却されました。2008年6月17日東京拘置所で死刑が執行されました。宮崎は冷静に執行を受け入れ、また宮崎の母親は遺体との対面後に処置については拘置所に任せたといいます。ここまであまりにもひどい事件の概要でした。次の項目です。項目に宮崎努の生い立ちです。多くのシリアルキラーは幼少期に問題があることが多いのですが、宮崎努はどうだったのでしょうか。軽めに触れていきましょう。東京都西多摩郡で地域新聞会社秋川新聞を経営する裕福な一家の長男として生まれました。宮崎家は曽祖父が村会議員、祖父が町会議員を務めるなど地元の名士でした。家族は祖父、祖母、両親、妹2人の7人で、祖父は引っ込み思案な努を連れて歩き可愛がっていました。幼い頃から手首を回せず、手のひらを上に向けられない病に罹患し、当時は日本で症状が150程度の珍しい身体障害でした。両親は努は幼い頃から手のひらが不自由なことを気にしており、うまくいかないことを手のひらのせいに考えてきたとされます。幼稚園ではお遊戯や頂戴のポーズもできず、周囲からからかわれても幼稚園の先生は何も対応しなかったため非常に辛かったと供述しています。宮崎の父は仕事ばかりで家庭を顧みない無責任な父で、宮崎の母は宮崎の父の母と折り合いが悪く、常に努の子育てをめぐって陰湿な対立をしていたといいます。宮崎の母親は常に世間体ばかりを考えており、努に愛情を全く注ぎませんでした。そのため宮崎の母親は遺体との対面後、拘置所に処置を任せたということです。小学生時代は怪獣博士と呼ばれるほど怪獣に夢中になりましたが、クラスの人気者というわけではありませんでした。成績は上位で、自身は小学校の頃から算数が得意と語った他には英数の成績も良かったが、国語と社会科を苦手としていました。中学生時代は 1,2 年生の時は陸上部、3年生の時は将棋部に所属し、負けると異常に悔しがり、様々な攻略本を読んで負けた相手には必ず勝つまで勝利に執着していました。通信教育で空手を習い、空手の型を同級生に見せることがありました。高校時代は手の障害を気にして、自宅からの通学に片道2時間を要する男子校であった明治大学附属中野高等学校へ1978年に進学しますが、両親は英語教師になるためにわざわざ遠い高校へ進学したと勘違いしておりました。同級生は暗く目立たない少年だったと証言しており、高校に入ってからの成績は下降の一途で、本人は明治大学への推薦入学を希望していましたが、クラスでも下から数えた方が早い成績にまで低下し、希望を果たす以前の状態でした。高校卒業後の1981年4月東京工芸大学短期大学部画像技術科に進学しました。この頃はパズルに夢中になり、自作のパズルを専門誌に投稿したり、雑誌のパズル回答者として雑誌に名前が掲載されることもありました。1983年
年4月の短大卒業後は、叔父の紹介で小平市の印刷会社に就職し、印刷機オペレーターとして勤務し、勤務態度は極めて悪く、評判も非常に悪かったみたいです。1986年3月に上司から神奈川県への転勤を勧められましたが、本人が拒否したため、自己都合退職しました。家業を手伝うよう、両親が何度か声をかけましたが、自室にこもる生活が数ヶ月続き、9月頃から家業を手伝い始めましたが、広告原稿を受け取りに行く程度の簡単な手伝いでした。この頃アニメの同人誌を発行しましたが、態度や言動から仲間に嫌われ1回だけの発行で終わっています。その後は数多くの美容サークルに加入し、全国各地の会員が録画したテレビアニメや特撮番組のビデオを複製し交換収集するようになりますが、持つだけで満足してしまい、テープのほとんどは自ら鑑賞することはありませんでした。ビデオサークルでは他の会員に無理な録画やダビングを注文するため、ここでも仲間から嫌われておりました。逮捕後の家宅捜索では6000本近くのビデオテープを所有していたことが判明しました。1988年5月16日、祖父が死去、8月22日に第一の犯行を起こしました。と、ここまでが生い立ちでした。それでは次の項目です。項目3、宮崎努を感想学で見るです。僕は毎度おなじみワイプに移動します。いつもと同じく感想学で見る前の注意点を話しておきます。僕は宮崎努に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想学と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また彼がやった行為は抜きにして、そういった情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。さて、画像の枚数は限られています。一応この有名な照明写真のような写り方をしているのがあって助かりますが、1枚のみ判断はすごく不安ですので、写りは良くないですが、他の数枚も一緒に見ます。こちらの全身のものは写真ではなく絵ですが、感想学で見る分にはすごく役に立ちます。当時のオタクという流行った言葉のイメージ通りの容姿です。逆に創作物でも彼がモデルにされたキャラクターなども多く世に出たと思います。果たしてその面相にはこんな凶悪な事件を犯す兆候があったのでしょうか。そこを見ていきましょう。顔の形からいつものように見ていきますが、決して悪くないどころかむしろきつそうです。有名シリアルキラーだから競争だと後出しじゃんけんはしません。事実を事実のまま述べます。仕事などでは頂点を極めるとまで言われる顔型ですからね。続きまして、顔の上から額も喫相、生え際は髪の毛で隠れて完璧には見えませんが、真ん中から見ますと軽い M 字型ではないでしょうか。頭がよくボス気質と見るのが最も自然な読み取りになります。額のシワこと学問はこれらの写真からは一切見られませんし、陰道いわゆる眉間のシワや門も見られません。写りなのか本来の彼自身にもないのか、それは分かりません。眉毛も頭がよく切れ者と称される眉でして、喫相寄りですが家庭運は悪いと見ます。電卓もちょうどよく強ではありませんし、三根も大きく広いということもありません。ほんのちょびっとだけ広いかなというくらいですので、競争とも言えないでしょう。しかし目だけはこれまでの部分と違い競争です。ビギナーの方は目の形だけにとらわれて三角眼なのかなどと読み取りそうですが、これは目尻、面相読みでいう魚尾の下がりと黒目の大きさなどを見ないといけません。かなり難易度が高い読み取りになります。この顔を見てパッと目に違和感を感じる人はきちんとリーディングができている方です。蛇眼、水眼のようなメジャー競争眼とは違いますので、わからない方は目の付近だけでなく顔全体から、要するに遠くからバランス、レイアウトを見るようにするとちょっとは判断しやすくなると存じます。あとは焦点が合っていないように見えるというのも重要なポイントです。こちらは暴走タイプ、人の言うことを聞けない、生きている中でこの目に近づいてくると思想であると総書には書いてますが、そこはオカルト要素が強めです。ですが競争は競争ですので、この部分はきちんと宣伝できてよかったです。鼻に至っては吉凶入り混じり、凶寄りですね。少しの鼻の曲がりと穴の方向が良くないと見ます。人中はくっきりはっきり見えていますし、長さも普通ですので問題ないですが、ほうれい線は良くなく健康に気をつけろと言われていますね。口ですが、この写真では少し読みにくくはありますが、喋りや対人関係が得意ではありませんが、そこまでザ・競争というほどのことはございません。面相のみで判断するならば、決して頭は悪くないですが、非常に繊細なタイプであり、また競争部分から確かに少し人間関係がうまくいかない、社交性は低い、精神的に幼いという点は分かるといえば後出しでなくても分かりますが、かといって日本で五市に入るほど有名なシリアルキラーであるとまでは正直リーディングができないのが真実です。僕の読み取り能力がまだまだダサいのか、感想学での限界値なのかは分かりませんが、犯行前に顔のみで予測できるというのは不可能に近いと僕は考えます。
本日は東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件と宮崎勤について話してきましたが、さすがにこのクラスの犯人はなかなか現れないでしょうが、子供相手の卑劣な犯行は絶対に許せません。彼が事件を起こした時代と違い、最近は監視カメラなどが街中にも増えてきて、同様の犯行はやりにくくはなってきていますが、令和の今でも凶悪事件はありますので、子供を持つ親御さんにはひとときも子供から目を離さないように気をつけてもらいたいですね。というわけで本日は悪人感想学宮崎勤をやりました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側までどのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。キズ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価チャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。